ズームインホップをブログのホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは、ホップでございます。埼玉県の高田さん、元気でしょうか？頑張ってますか？前橋の水野さん、ということで、今日紹介するお仕事はこちら の、 ドクターマーチン、変わってるドクターマーチンですが、こちらのドクターマーチンに、ファスナーを付けました。ドクターマーチンのブーツにファスナーを取り付けました。お客様とのご相談で、10番のコイルの、ファスナー、10コイルですね、付けました。こういう感じで脱ぎ履きが楽になったと思います。どうでしょうか？皆さんもお持ちのドクターマーチンにファスナーを付けて脱ぎ履きを楽にしてみませんか？ということで、ホップでした。ドクターマーチンにファスナーを取り付けたホップでございました。またよろしくお願いいたします。待ってます。アフィダゼン。